目がジュネーブ、オートマチック、デイト、スタイリッシュなメンズモデル、7連ブレスレット仕様です。1970年頃製造、 CAL565 搭載の自動巻きモデル。素材はステンレススチールです。サイズ、ラグ幅 18mm、 ケース径は約 34.5mm、 リューズ含まず、縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 11mm のメンズサイズです。操作、自動巻き、手巻きも可能です。ルーズの巻き上げ、ローターの回転も軽快で精度も問題ありません。日差、タイムグラファーで計測してプラスマイナス60秒程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。1848年創業の老舗メーカーオメガ、ブランドウォッチの中核として君臨し、日本でも幅広いファンを持つブランドです。社会人となった自らの象徴として、何かを成し遂げた記念の証として、人生のさまざまなシーンであなたの傍らで、静かに時を刻む存在、オメガほど人生を彩るにふさわしいアイテムはありません。
このモデルは SS ケースのメンズ1970年製造のヴィンテージ時計です。ダイヤルはシンプルなシルバーカラー、放射仕上げの高級感のある持ち盤です。インデックスはアップライドのバーインデックス、ペンシルハンドとのコンビネーションで視認性もよく端正なフェースとなっています。リューズはオメガマークがしっかり刻印されています。ムーブメントは自動巻きキャリバー565を搭載、精度もよく安定感のある機械ですので安心してお使いいただけます。ブレスレットはオメガバックルの SS7 連ブレスレット、しなやかでスタイリッシュなブレスレットです。アンティークの入門機としても最適ですが、嫌味のないシンプルな時計ですので、商談やデートなど、ここ一番の大切なシーンで、大人のダンディズムを演出してくれることと思います。外観、ダイヤルは特に目につくシミなどはありません。針にサビなどは出ていません。ケースも軽い小傷程度で目立つ大きな傷などはありません。プラスチック風防は軽い小傷程度で、特に視認性には問題ありません。中央にオメガマークが確認できます。
ベルト、SS ブレスレット2030、最大 18.5 センチ前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティユウォッチマンがお送りしました。